F1 のレギュラーシートは世界にたった20しかありません。その中で勝てるチーム、タイトル争いができるチームとなれば毎年2つ、多くても3つと言えます。現実的に彼らがタイトルを獲得するためには4から6のシートしかないと言えます。しかしそのトップチームにはすでにエース級のドライバーが君臨しているため、新たにそこに加入するということは必然的に彼らのサポート役、つまりセカンドドライバーになることを意味しています。今回は最近ヒートアップしてきたガスリーのレッドブルへの再昇格についてのお話です。彼の願いは叶うのでしょうか。フランス人ドライバーのピエール・ガスリーはスポット参戦を含み F1 で計27戦走った後、2019年にいきなりトップチームのレッドブルへの昇格を果たしました。ガスリーは2016年に現 F2 にあたる GP2 でタイトルを獲得したものの、 F1 には十分なシートがなく、日本に渡りスーパーフォーミュラでいきなり才能を披露し、0.5 ポイント差の2位で最終戦を迎えましたが、台風の影響で決勝レースは中止となり、タイトル獲得には至りませんでしたが、当時のガスリーの勢いを考えたら、台風で中止されなければタイトルを獲得していた可能性が高かったと言えます。そのガスリーの衝撃とも言える活躍、そして当時 F1 トロロッソに在籍していた首跡の成績不振のタイミングが重なったことで、2017年のシーズン終盤のマレーシアグランプリで F1 デビュー、その後計5戦トロロッソで走り、翌年のレギュラーシートを獲得していました。F1 ドライバーになるためには才能はもちろんのこと、このようないくつかのタイミングも非常に重要と言えるでしょう。その首跡は2016年のシーズン序盤の第4戦までトップチームのレッドブルで走っていましたが、フェラーリに移籍していた元レッドブルのベッテルと2戦連続で接触したことが原因で、突如トロロッソに降格させられてしまったのです。当時トロロッソには未来のエース候補と呼ばれていたマックスがデビューを果たしていたことも大きな理由だったと思われます。残念ながら結果的に首跡がシートを喪失した後、マックス、ガスリー、そして角田裕毅がそのシートを得ていることになるんですよ。首跡の元奥さんが今のマックスの彼女ということも有名ですよね。いろいろとレベルが高い。2018年にトロロッソで活躍していたガスリーは、レッドブルのリカルドの電撃離脱によりその空いたシートを獲得し、トップチームであるレッドブルに昇格しました。当時マックスはトロロッソで計23戦、ガスリーは27戦しか経験していなかったので、ここまでの2人は同じような道をたどりトップチームに昇格したといえます。しかしガスリーがレッドブルに昇格した際、そこにいたマックスはすでにレッドブルで3年半も走り計5勝を挙げていたのです。つまりチームはマックス中心に動いており、リカルドはそれを嫌い離脱していたことを考えると、あまりにもタイミング、状況が悪かったと言えるでしょう。もしかしたらマックスとガスリーの昇格のタイミングが違っていたら、今頃マックスがアルファタオリにいたかもしれませんね。ガスリーは開幕前テストからマックスを倒すべく果敢に攻めてしまい、一つしかない貴重なパーツをクラッシュで壊してしまいました。このクラッシュからガスリーの風当たりが強くなったといえます。マックス仕様ともいえるマシーンに苦しんだガスリーはエイドリアン・ニューウェイにも詰め寄り、自分好みのマシーンにしようとしたのです。あの温厚なニューウェイがガスリーを名指しで批判するほどチームの輪を乱したことになるのです。ガスリーはエースのマックスには及ばなかったものの、第12戦までに計9度の入賞を果たし、最高位は4位も獲得していました。その年トロロッソからはレッドブル発祥の地、大国籍のアルボンがデビューを果たしており、なんとガスリーはわずか12戦のみでそのアルボンとシートを交換する形でトロロッソに降格させられたのです。ガスリーのその後の活躍は素晴らしく、レッドブルの期待をはるかに超えるものと言えるでしょう。ガスリーはトロロッソで初の表彰台を獲得し、アルファタオリではベッテル以来の優勝も成し遂げ、今やトップドライバーの仲間入りを果たしたといえます。ガスリーは昨年の終盤あたりからレッドブルへの再昇格をしきりに語るようになっており、レッドブルに圧力をかけているとも捉えられるのです。先日もこう語っています。F1 では
政治的なことや金銭的なこと全てにおいて的確なタイミングをつかむ必要があるんだ。今の自分と比べれば僕はあまりいいドライバーではなかった。それでも当時はチャンスが与えられたんだ。ここ数年示してきたパフォーマンスをこれからも継続することでまたそれが起こると確信しているよ。今年はチャンピオンになるのは無理だけど、来年、2年後、3年後にはそのチャンスがあるかもしれない。そのためには常に自分のポテンシャルを示すことが重要なんだ。レッドブルはこれまでしきりにガスリーの最小格はないと語っており、彼にはアルファタオリでトップを目指してほしいという思いがありました。しかしアルファタオリでの限界を悟ったかのように、ガスリーはメディアに対し声を荒げ最小格を語っています。もしガスリーがレッドブル以外の勝てるチームのシートを得ることができれば、レッドブルとマックスにとっては最大のライバルになりかねない存在にまで成長したといえます。そんな中、ついにあのヘルムート・マルコに心境の変化が見られたのです。ヘルムート・マルコはガスリーについてこう語りました。我々はまだ彼と2023年までの契約がある。もしこの契約が満了し彼に昇格のチャンスを与えることができなければ、我々は彼を失う可能性が高いだろうし、それは避けたいと思う。しかし現時点ではまだペレスとの契約が残っており、今シーズンの中盤までは2人のドライバーのパフォーマンスを比較する必要がある。このようにこれまでしきりにガスリーの最小格を拒否してきたヘルムート・マルコが今シーズンの中盤までの成績次第ではガスリーの最小格の可能性を示したと言えるのです。ヘルムート・マルコはそれと同時にペレスのチームに対する姿勢も評価しているので、ガスリーにも当然ながら同じことを求めると思われます。ワールドチャンピオンを目指すガスリーがそれを受け入れるかどうかは分かりませんが、それはレッドブルも承知の上だと思います。つまり仮にガスリーがレッドブルへの最小格を果たした場合、両者は過去の失敗を踏まえ、お互いがいろんな面で譲歩し受け入れたことになるのではないでしょうか。このようにガスリーにはレッドブルへの最小格の道が開けたといえます。今シーズンの中盤まではガスリーは 120% の力でレースに挑むと思います。そのガスリーを角田裕毅が倒すことができれば、角田裕毅にも様々なチャンスが生まれる可能性もありそうです。個人的にはガスリーとペレスが入れ替わるのも面白いと感じています。皆さんはこれまでありえないと思われてきたガスリーの最小格はあると思いますか？私事ですが、最後にレイからお知らせです。これまでこのクレアの衝撃でナレーションを務めてきましたが、この動画をもちまして無期限での活動休止となります。またいつか戻ってくるかもしれないので、その時はよろしくお願いいたします。それではキリッツレイ、みんな元気でね、一緒に頑張れ着席。